ババーン、そしてババンということで、今回は部屋のお片付けをしていた際に見つけた僕のトミカ箱入り系をのコレクションを紹介したいと思います。はい、まあ、トミカとかね、ホットウィルとかミミカはいっぱい持ってるんですが、その中でもトミカの箱に入ってる状態のものをちょっと集めました。はい、まあ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 、レアなものから、まあでも比較的レア目が多いんじゃないかなと思うんだよね。ただ駿河屋で値段がつくやつ、買い取り値段が割と高かったやつとかは、ミニカーをまとめて売ると、トミカとかのミニカーを、トミカかまとめて売ると、なんか何円アップとか何パーセントアップみたいなキャンペーンの時にだいぶ処分しちゃったんですよ。今ねもうお部屋片付け中なんで、はい、なのでね、まあそれの残りという感じですかね。まずこちら、フェラーリローマ初回特別仕様ということで、まあ発売、このね、多分フェラーリローマっていうのが発売した時に出た、あの色違いバージョンですかね。はい、トミカ50周年アニバーサリー2021年、まあ、ちゃんとドンキホーテで買ってますね。はい、防犯タグついてます、未開封です。そしてこれね、2014年なんだけどに発売したやつみたいなんだけど、ポケモンのね、ドリームトミカでゼルネアスレインボースピードっていう謎の車で、一時ほんとそれこそドンキホーテとかで投げ売りされてたんだけど、あ、これもでも投げ売りで買ってるな。これドンキじゃないと思うんだけど、スーパーの中のおもちゃ売り場ってとみたいなところで、なんか多分投げ売りされてたのかな。200円、定価822円なんだけど、それが200円まで下がってたんで買ってますと。ただ今はなかなかちょっと、なんかあんまり手に入んないんじゃないかなと僕的には思ってるんだけど、どうなんだろう。あ、これも発売して割とすぐ買ったかな。トミカのルナクルーザーっていう、まあ多分ルナっていうだけあって、まあなんだろう、スキーのなんか探索のやつだと思うんだけど、まあ、これは多分ね、安く買ってないと思うんだけど、普通にかっこよかったんで買ったと思います。ただ開けてないっていうね、もったいなくて、まあ、トミカプレミアムだしね、定価高いんすよ。これはね、日産シルビアでいいなと思ってたんだけど、なんかそろそろ廃盤になるって話が聞いて、確か慌てて買った記憶がありますね。日産シルビア、あ、ホコリがついてるな。もうこれも未開封ですね。はい、さあ、そしてついにこの箱ですね。このこれはね、まあ僕が結構なんかトミカを入れてた箱なんだけど、まずこれ何って話なんだけど、見せて大丈夫かな、相手の住所、住所っていうか何ていうの、あ、これね、あのね、当選書なんですよこれ。あ、別に大丈夫かな。はい、第一生命ディズニーモータースプレゼントキャンペーンってことで、はい、ディズニーモータース第一生命オリジナルモデルの、トミカですね、が当たったんですよ。それがあるんですけど、この中に当選書も一応取ってあるってですね、クリアファイル、コナンのね、新一とランなんだけど、ちょっと足りてないっていうね。多分ね、それがどれだっけな、あったあった、それはね、このもう、あ、もうもちろん、あ、違う、これ違う、これ違う、どれだ、あったあった、これですね。はい、第一生命オリジナルモデルのトミカです。はい、ちょっと汚れてる、汚れててホコリがついてる、まあ、非売品って書いてあるんだけど、これもちろん開けてないですね。はい、ここに第一生命って入ってるっていうね、ロゴ入りで、ディズニーというね。はい、まあ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 、ディズニーモータースのロゴ入ってて、まあこれはいいね、まあ、当選品トミカってことなんで、一応まあまあメルカリとかでもまあ5000円ぐらいしかなってないかなと思うんだけど、はい、まあでもレアっちゃレアだよね。トミカが5000円ってまあ高いからね、ミニカーだからね。そして次ね、フィアット 500E ってやつですね。これも初回特別仕様で、多分タムタムで偶然行ったらたまたま初回特別が残ってたから買ってるって感じかな。はい、これどこが出してる車なんだろう、ちょっとわかんないけど、500っていうメーカーなの、 500E 違うよね、なんないこれ、全然わからないっす。まあ初回特別仕様ということでね。はい、あ、これとか全然いいよね、ドリームトミカのクレヨンしんちゃん、しかもライドオンシリーズでしょこれ。あのフィギュアを乗せられるっていうシリーズなんだよね、多分これライドオンだよね、違うかな、ライドオンじゃないかな、ライドオンって書いてないもんな。これ山田電機で買ってるね。
はい、ちゃんと双葉社のライセンスもついてるクレヨンしんちゃん、まあ、アクション仮面かっつうのかな、本編で出てこないからね、そんな車。できればね、幼稚園バス出してほしい、早く。出てるのかな、出てないよね、トミカではね。で、トヨタクラウンアスリートってことで、これはね、別に普通なんだけど、川村さんのフリマちゃん、移転前のフリマちゃんで100円だったんで買ったやつですね。はい。が残ってました。お、これもランボルギーニ、ウラカン、STO?初回特別仕様ってことで、たむたむで、多分これも行ったら偶然あったから買ってる感じかな。初回特別仕様はね、なかなか売り切れるとこは売り切れるんで、でも最近はわざわざ開店と同時に昔とかアピタ行ってたけど、今はそこまでしては買わないですね。でこれ半ソロツムツム、多分ねこれね投げ売りされてたんだよ、駿河屋通販かなんかで。ツムツム系が200円とか200円以下ぐらいになってた時期があって、セールとかで、その時に買った半ソロのツムツ。まあ確かにいらないもんね、これ。僕もちょっとこれ、うん、今回やっぱ部屋掃除とか、これは絶対もう、どっか処分します。はい。うん、ちょっと微妙だよな、なんか。まあ可愛いんだけど、ツムツム積まなきゃいけないから、いっぱいないとね。2個あったね。これちょっと、トイプラネットさんかなんかに持っていこうと思います。これもそうだね。うん、マッドハッターだしね。ディズニー、ツムツム。そうね、ちょっとここら辺は、コレクション整理で、本当はねプレゼントでねしたりしたいんだけどね、もうそういうのやりだすと物が減らないからね。これは可愛い、ツムツムの中でもグルート、まあアベンジャーズ好きっていうのもあるんだけど、はい、こんな感じで詰める。まあツムとかは多少可愛いんだけど、ただその1台ずつの結構値段するから、定価はね。あ、これも僕ね3台持ってたんですけど、2台は売っちゃって、はい、コープデリトラック、あのコープ の、 あの配達トラックですね。多分もらえたやつだと思うんだけどね、販売してたのかな、コープで。いや、コープでもらえたっぽいな、これは。まあ結構今駿河屋で買い取り700円とかかな、だいぶ落ちた感じするけど。あ、でも一応バーコードついてるね。はい、これ前フリマで買ったやつで3台あったんで、2台はもう売っちゃったんですけど、あ、これはまあこっちか。まあでも別に、うん、トミカもね、箱入りじゃなくていいんでね、僕。だから、箱入りはもう売ってもいいかなと思ってますね、ちょっと。これもトヨタ、ハイメディック救急車ね。これも多分フリマで安かったから買ったのかなと思うんだけど。同じのが2台。まあ100円とかで売ってたらそりゃ買うよね。まあ200円ぐらいでも買うかな。まあまあ、今は買わないけどね、もうね。で、西日本 JR バス、こういうのもね結構レアなトミカ、こういう限定のやつ、はい、いっぱい持ってたんだけど、駿河屋で値段つくやつは結構売っちゃって、これは駿河屋ちょっと値段がつかなかったから多分残ってるんだと思います。はい、これ普段乗ってるよって人とかこれ欲しくなると思うね。あ、でも自分が乗ってる車とか欲しくなるのはすごい気持ちわかるな。で、これもねトミカショップの、ランボルギーニヴェネーロサスペンション付きということで、箱ちょっと痛みあるんだけど、まあまあまあ、トミカショップ限定ではあるけど、まあでも限定って言ってもね、初回特別賞とかさ、すごいみんな買ってるし、みんななんかメルカリとか出すから、そんなに値段上がんないんですよね、結局ね。スーパーアンビュランス、かっこいい。こういうキャンピングカー欲しくない?ねえ、いいね、これね。まあ、スペースいるけどね。キャンピングカーっていうか、もう家帰っちゃいそう、なんか。そうそう、ホイールラストね。はい。トミカ、まあ、トミカのイベントモデルかな。はい。フォルクスワーゲンね。ザ・ビートル。はい。これもまあ一応開けてはあるのかもしれないけど。まあ一応ね、まあほぼ中身は新品ということで。フォルクスワーゲンのエンブレムというかロゴが見えてますが。これも多分駿河屋で値段がつかなかったので生き残ったのかなと、うちで思います。箱入りトミカは早めにちょっとね、コレクション整理しないといけないかなと思ってるんで、はい、ということで今回は箱入りトミカたちを結構紹介してきました。まあ、逆に箱なしトミカとかはね結構遊んだりしてるやつが結構あるんだけど、はい、まあまあまあ箱入りトミカを紹介ということで、他にもねまだブリスターに入ったままのホットウィールとか結構あるんだよね。そういうのも早めに
トイプラネットさんとかに持っていかなきゃいけないと思ってます。はい、ということで今回の動画は以上です。チャンネル登録、コメント、評価ボタンお願いします。それではまた、バイバーイ。